はい、行ってみましょう。はい、お好み焼きバーガー。はい、せーの、はい、いただきます。いや、でかっ、この大きさのこの品質が深いし。押さえて焼きそばを焼いて、要はこれが作りたいんですよ。これ。はい、パン。今回のこんな感じで。はい、おはようございます。おはようございます。これ何ですか？お好み焼き。お好み焼きとバーガー。バーガー、ロッテリアからもうちょっとしたら発売になるらしいハンバーガーを先行で作りましょう。はい。でかい、やっぱりでかい。やっぱりでかくなっちゃうんだよ、パンは。で でかくなっちゃうもんなんだよ。でし、お好み焼きでよし、はい、楽しみだね。はい、はい、おはようございます。おはようございます。ロッテリアのお好み焼きバーガーを先行で作ってみます。はい、ちゃん。でもさ、ちゃん、お好み焼きとちゃんちゃん、小麦小麦だよね。ダブル小麦小麦、ダブル完成とかトリプルだよ。トリプル、1、2、3っていうトリプルでございます。トリプルどういうソース作るんだろう。ちなみにオリジナルはこれ。え、見して。こんな感じ。わかる、はい。でも根本的に違います。高いの、パプリカなのかな。紅生姜じゃん、行ってみよう。お好み焼き、はーい。アイシ君、お、乗っけるの逆です。しかもそれ違う。こっち、あ、こっちか。ボケをかまさないでください。はい、これでしょ。で、毎回サトシ君がそう、上が薄くて下が分厚いっていう。そうだね、俺やっぱりそうだ。やっぱり現場、まさにまさにそう切られてます。だからバーベキューソース。はい、さとしくん、はい、乗っかりました、はい。それひっくり返すの大変じゃない。わけかねえな。どう順番乗っけるかね。順番に迷うな。終わった。めっちゃ早。あ、なるほどね。天地返しを最後にやるという、うん、考えたね。なんかこの時点でわけわかんない。ごめん、やっぱりでかくなった。うん、やっぱり普通サイズじゃなかった。全然見本と違う。じゃあ大丈夫。これに目玉焼きをこしよう。チーズとレタスがもうオリジナルと違うんだよな。これでよっこいしょと。おお、なんかすごいのができたな。完成。完成って、なんかすごいんだこれは。威風堂々。大きいね。大きいっていうか、やっぱりでかいです。これやっぱり1000円バーガーになっちゃうね。多分確かにね。ボリューム的に。はい。はい。行ってみましょう。はい。お好み焼きバーガー。はい、せーの、はい。いただきます。いただけるかな。美味しい、来ました。りゅういちくんは、うん、はみ出さずにいけるかな。はみ出してよ。食べきれなくていや、でかっ、この大きさのこの比率がでかいし、なんか出てくるし、くっつくし。こういうの食べる女性とかが一番難しいね。麺が腰がビヨーンってなっちゃう。ビヨーンってね。確かにね。なんでもおいしい。すごいね。はい、お好み焼きバーガー、焼きそばバーガー。これだから多分ね、ロッテリアのモダン焼きスタイルの方になるんじゃないかな。うん、やっとこんな感じで、うん、チーズとレタスはアレンジ。
細胞欲しいという。いただきますってか、でかっ。粉々しい。はっ。かんぐ。伸びる。おいしい。変化した小麦粉の集大成みたいな感じだね。これさ、うん、大阪風に言うんだったら、粉もんバーガーでいいんじゃないかな。お好み焼きは多分余計だ、うん、これソース多めにしないとね、マスタード意外と、マスタードいいよ、そんな感じです。はい、本物どうなんだろうね、粉物しいって感じ、本物もっと粉物っぽくないと思う、うんうん、味は濃いみにしないとないかしら、うまいです。はい、後から追加ですけど、美味しい。マスタードいいかもしれないね。またね、アクセントがあったらもっと美味しいね。確かにね、うん、でさ、これすんごい大きいんだけどさ、うん、覚えておいてね、まだお好み焼きあるからね。はい、今日も元気にいきましょう。しっかり食べて、おいじゃにー、うん、今日は島田龍一くん、せーの。はいよ。